よろぶん、こんにちは。今回から新しく始まります K エンタメラボ、古谷正幸の韓流研究所、所長の古谷正幸です。今日は昼休みのため白衣を脱いできました。しかしですね、始まりました新しいこの番組が、これどういった番組かと言いますと、駐日韓国文化院と韓国コンテンツ振興院が共に企画しまして、韓国ドラマや映画、それから K-POP などなどですね、人気の韓国エンタメをテーマに、あらゆる切り口でそのトレンド、魅力をご紹介していくという、そんなプログラムでございます。なぜこれがね、また始まったのかと言いますと、急に始まったんですよね。びっくりしました。でなぜ急かっていうとね、見ました、愛の不時着、それからイテウォンクラス、これ見たっていう人と見てないっていう人とね、極端に分かれますよね。ネットフリックスなんて加入してないわよっていう人は見てないわけですからね。ということで、私は両方とも見た派なんですけれども、愛の不時着ハマっちゃいましたね。僕は10話までハマりましたね。全話じゃないのかってツッコミですけれども、もうヒョンビンがすごい。もう僕は今年の冬、ヒョンビンを意識して生きていこうと決めたぐらいです。ね、本当にスタッフがどん引いていますけれどもそんなわけで、愛の不時着、それからイテウォンクラスをきっかけにですね、再びその韓国ドラマ人気というのが巷でこう火がついております。これは間違いありません。でそれをきっかけにですね、また韓国ドラマじっくり見ようかなって思ってる方、しかも夏休みに入りましたので、ちょっと時間がありますから、ちょっとまたステイホームでね、改めてドラマ楽しみたいという方多いと思いますので、おすすめの韓国ドラマの魅力をお伝えする韓国ドラマ編をお届けしていこうと思います。今回の研究対象はドラマでございます。これからですね、日本で韓国ドラマを配給している会社の宣伝担当の方がですね、来ていただきまして、こちらの方に自社のですね、一押し作品の見どころ、魅力をプレゼンテーション形式で語っていただこうということになっております。2分間しかプレゼンテーションの時間を用意していませんので、2分オーバーしないように頑張っていただきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、この時間ラブコメにスポットを当ててお届けしていこうと思います。おすすめ作品2作品ご紹介いたしましょう。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではお一人ずつ自己紹介していただきましょう。まずはチョンさんお願いします。はい、韓国ドラマを日本で配給させていただいてます株式会社アクロスのチョンと申します。イエーイ。そして小柳さん。はい、私クロックワークスの小柳大和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ラブコメと言いますと、韓国ドラマのまあファンの方の中でも一番重要なジャンルって言えるんじゃないですか。ラブコメ好き多いですもんね、皆さんね。そうですよね。それではまずはチョンさんからお願いしたいと思いますけども、はい、まずは今日はどんな作品をご紹介していただけるんでしょうか。そうですね、本日はこういうパフュームっていう作品を、はい、ティ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 っていうパフュームじゃないですよね。結構悩んだんですよ。しかも僕は全然ポリリズムにもなってないっていうですね。パフューム、恋のリミットは12時間。そうなんですよ、はい、で韓国での現代がパフュームだったんですね。で韓国ドラマって結構日本で展開するときに、はい、放題をもうガラッと現代と違う放題をよくつけるんですけど、変えますよね。そうなんですよね。でカンドラ好きの方たちのファンの方たちからすると、なんでそれ変えたのとかよくお聞きしたんですけど、まあ、そういうのもあったんですが、すごい格闘の中、現代で元行きできますかということで、今回はじゃあその回サブタイトルつけましょうということで、こういう形になりました。なるほど。じゃあ早速ですが、このパフューム、はい、恋のリミットは12時間、2分間のプレゼンテーションに参りたいと思います。それでは参りましょう、はい、レディーゴー。はい、今回の作品は、この主演のシン・ソンロクとコウオニと、キム・ミンギュさんの3人の三角関係もある、ラブコメになっております。こちらは若干ファンタジックなストーリーもなっておりまして、主人公のミンジェヒっていう主婦が香水の力でなんと23歳の若き自分に戻るっていう韓国ドラマらしい素材の展開になっております。でこちらは、多分女性の方たちとだったら皆さん共感なさると思うんですけれども、もし私が
20代の頃あの頃に戻ったら どうだったんだろうとかっていう、多分女性のそういったシンデレラストーリーを女性の方たちの、部分をくすぐるところが多分満載になっていると思います。今回このドラマで注目していただきたい、役者さんはシン・ソンロクとキム・ミンギュさんなんですけれども、シン・ソンロクさんは今までその悪役が多かった方だったんですけども、今回、悪役じゃないちょっと癖のある、変わった陽気的なそのツンデレデザイナー兼、ファッションブランドの代表という役を演じているんですけれども、彼のそういったツンデレぶりを今まで視聴者皆さんが見てきたその悪役ではないシン・ソンロクの魅力にどっぷりハマるようなそういう作品になっています。あとこの今回そのキム・ミンギュさんをどうしてご紹介したいかっていうと、多分、韓国でも最も今後ライジングスターとして、注目される役者ではないでしょうかっていうことで、皆様に、見ていただきたいなと思いました。でこのドラマは、そういった、香水でファンタスティック、ファンタジーの内容は盛り込んでありますけれども、その家族愛も感じられれば、その定番の三角関係とか、いろんな要素が盛り込まれているもうザ・韓国ドラマになります。なので皆様ぜひとも楽しんでいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。2分半ということですもうね、始まる前は皆さん2分も喋るんですかって皆さんねおっしゃってるんですけど、意外と2分って短いんですよ。そうですね、いやでもねすごい伝わりましたよ。なんかこう面白いですよね、香水で若返る23歳に。そうなんですよ。へえ、それも主婦が、そしてイケメン2人に囲まれてチヤホヤされる、チヤホヤされるもうこれは鉄板ですね。鉄板です。うん、アピールポイント追加で言いますと、はい、もうエンディングがですね、もうエンディングの話ですか、はい、視聴者を裏切らないエンディングになってるんです。ただどっちの方向に行くエンディングかは見てのお楽しみということで、あ、やっぱり結局は決めるわけですね、見てのお楽しみということで、ぜひとも。あとですね、なんで12時間なんですか、リミット。これ実を言うとネタバレになると思ってすごい悩んだんですけれども、はい、放題を決めるときに、はい、この本人の、このコウニーが扮しているミンジェインも、この香水をまずつけたんだけれども、その香水の効き目がどれくらい持続するか本人は分かってなかったんですね。で、はい、ドラマの初盤に出てくるんですけども、それが12時間。あ、そうなんだ。12時間1回こう香水つけると、若い23歳に戻るのはリミットが12時間なんですよ。何回も使えるんですか。何回も。ただ香水がなくなるともできないので。あ、ちょっとずつ使っていかなきゃいけないから。そうなんですよ。なのでシンデレラストーリーっていうところで皆様にご紹介してます。小柳さん、他社作品ですけどどうですか、このバディオン。個人的にすごい少女漫画的なファンタジーな話がすごい好きなんで、すごいキュンキュンしそうだなっていうんで、ぜひ見たいなと思いました。ありがとうございます。サンプルお送りします。ありがとうございます。そのやり取りがここでまさにね、サンプルのやり取りが繰り広げられるという。これは楽しみですね。パフュームの恋のリミットは12時間は8月の5日、夏休みど真ん中でございます。はい、ご家族で見ていただきたいと思いますし、これね、奥様と旦那様でこう一緒に見ちゃったら旦那様頑張らなきゃいけなくなるんですね、これね。いや、おそらく大丈夫だと思います。あら、それは見てのお楽しみすごいですね、それは見てのお楽しみ、かなりなんか難しいですね。はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、ではクロックワークス小柳さんにおすすめしていただく作品、あ、これはね、はい、話題作でしたね、はい、はい、タイトル教えてください、はい、本日はユインナさんとイドンクさん主演で送るラブコメディ、真心が届く僕とスターのオフィスラブをご紹介させていただきます、はい、このカップルどっかで見たことないですか。そうですよ、ビューティフルライフです、あれですよ、トッケビですよね。さあ、その話も出てくると思いますけれども、早速ですけれども、はい、2分間のプレゼンテーションお願いしたいと思います、はい、レディーゴー、はい、本作でユインナさんが演じるのが元スター女優、あるスキャンダルがきっかけで妖怪を干されてしまったんですけれども、まあ、再起をかけて、まあ、ある有名な脚本家が手掛ける法廷ドラマに出演したいと、うん、そこで、まあ、その業務課せられたのが、まあ、法律事務所に行って、まあ、
役作りをしてこいと、うん、そこで、まあ、彼女が勤め始めたのがこの井戸奥さんがいらっしゃる法律事務所、うん、で、まあ、彼が、まあ、めちゃめちゃ優秀な弁護士だけど生真面目で人付き合いがあまり得意じゃないと、うん、そこにこんなキラキラした女優のユイナさんがいらっしゃってるということで、まあ、水と油の関係で、うん、一時はまあ第一印象は最悪だったんですけれども、うん、まあ、徐々に徐々に距離を縮めていって、うん、回ることがきっかけで一気にぐっと距離が縮まっていくという、うん、まあ、王道のラブコメの展開の作品でございます、はい、で、まあ、先ほど古谷さんおっしゃっていただいた通り、まあ、主演の二人ユイナさんとイドンクさんなんですけれども、大ヒットドラマトッケビ君がくれた愛しい日々のカップル、まあ、サニーと死神のカップル、うん、で、まあ、ちょっとトッケビご覧いただいた方はうーやきもきしてちょっと悲しいと思ったかもしれませんが、まあ、その方々の気持ちをもうぜひぜひ盛り上げていただけるような非常に愛らしい作品になっておりますので、うん、ぜひご覧いただきたいなと思っております。そしてさらに、こちらのスタッフも非常にラブコメ界を代表するスタッフがいらっしゃっておりまして、うん、脚本家が、俺のこと好きでしょとキム秘書は一体なぜの脚本家、はいはい、さらに演出家も、同じくキム秘書は一体なぜ、うん、そしてこの恋は初めてだからを手掛けた演出、うん、演出家ということで、まあ、キャストからスタッフまでもう非常にもうラブコメ界第一線の方々が手掛けているもう王道のラブコメ作品でございます。はい、なんと2分8秒、完璧な時間配分でございます。トッケビコンビですよね。そうなんですよ。ねえ、だからこのジャケットを見ると、あれ、あの二人がどうなるのっていう話になると思うんですけれども、なんか実際にね、これ放送される前にもやっぱりトッケビファンからこの二人がまたね再演するんだってことで話題になってましたもんね。はい、そうですよ。2年ぶりの共演ということで、うん、もう非常に悲しい運命を背負った二人だったんですけれども。まあ、トッケビを見てみていただくとあの2人があそういうことかと、まあ、非常に納得するような展開、パロディ的な展開もあったりもするので、うん、ご覧になってない方はもちろん楽しめるような王道の展開にはなっております。このタイトルの真心が届くっていう、はい、この真心はやっぱりキーになるキーワードなんですか。ユインナさんの本名がチンシムということで、まあ、日本語に訳すと真心ということでございますので、まあ、非常にキーになっている、まあ、お互いの真心を知っていくことでどうなるかという展開になっております、ね。まあ、だいたいあの韓国ドラマっていうともう1話2話ぐらいまではねこの水と油の関係でめちゃめちゃ仲が悪いもうこれ定番ですから、はい、だいたいね長くて4話ぐらい仲が悪いで、そこからどん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 溶け合っていくっていうところですよね。で、やっぱりその名前にかけて真心っていう、これいいタイトルでつけてると思いますけど、これ現代ですよね。現代でございます。ですよね。あと小柳さん、僕噂によるとですね、なんか今回吹き替えにも力を入れて。そうなんですよ。もうかなり気合い入れて今回吹き替えを収録するという運びになりまして、もちろん先ほどのトッケビのファンの方も楽しんでいただけるように、はい、まあ、同じキャストの、大井真理恵さん、玉野大樹さんに吹き替えしていただいて、もちろん楽しんでいただけるようなファンも必見の吹き替えになっております。トッケビの世界観を壊さないようにわざわざ同じ声優さんに出ていただいて、はい、吹き替えを作ったっていうところ、これはこだわりですよね。 そこはこだわらせて、はい、作らせていただきました。チョンさんどうですか、この真心は届く。いや素晴らしいと思います。何ですか、またサンプルのやり取りですか。サンプル欲しいかもです。プラスいただきます。でもやっぱこの2人ってねインパクトありますよね。いいですよね。はい、ということでこの真心が届く僕とスターのオフィスラブも実は8月の5日、そうなんです、はい、こちらはセルモレンタルも同日とですということで、はい、ということでございます。いやーやっぱりみんながハッピーになれるジャンルってラブコメじゃないですか。そうですね、はい、これはもう間違いないですよね。間違いないと思います、しかもこう一気見したくなってしまうというところもあると思いますが、ぜひ、この夏休みこのラブコメ作品2作品チェックしていただきたいと思います。ちなみにアクロスさんはこの Perfume 以降で、はい、今年2020年はまだ隠し玉ある
あるかもですね。匂わせますね。匂わせ。クロックワークスさんはもともとね韓国映画の配給も多く手掛けられてますけれども、はい、映画作品も、まあ、そうですけどドラマはどうなんですか2020ドラマも、まあ、同じく隠し玉が控えられています隠し玉が控えられていると楽しみで、はい、こちらもねまだ2020年、ちょうどこれから下半期ですからね、楽しみにしていただきたいと思います。この時間はラブコメ2作品ご紹介いたしました。チョンさん小柳さんありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりラブコメって韓国ドラマの王道でありますけれども、やっぱ韓国ドラマの魅力ってどんなジャンルで一番感じられるかっていうとラブコメっていう風にね挙げられる方も多いと思います。実際にあのレンタルビデオ店でよく回る DVD の韓国ドラマのジャンルというとやっぱりラブコメなんですって、まあ、そういう意味ではですね今日の2作品どちらも魅力でしたよね。アクロスさんのパフューム、恋のリミットは12時間、パフュームの紅葉は12時間ですね。僕は朝つけてからねもう5時間ぐらい経ってますけどもすっかり匂いないですからね、はい、そしてクロックワークスさんは真心が届く、でもこの真心というのは主人公の名前にもつながっているというこのあたり韓国ドラマのタイトルの付け方も本当うまいですよね。どちらも面白いと思いますよ。パフュームも真心が届くも8月の5日にリリースということになっておりますので、お近くのレンタル店でぜひ楽しんでいただきたいと思います。まあ、ラブコメももちろんいいんですけれどもラブロマンスも大好きなのよねと思ってる方も当然多いと思います。そこでおすすめ作品、私個人的にボーイフレンドを改めて見てほしいなと思います。そうです、あのソン・ヘギョさんとパク・ボゴムさん、お二人が出て話題となりましたこのラブロマンスでございます、まあ、それぞれに心の傷を負った二人がキューバ、なぜかキューバで出会ってですね忘れられない時を過ごすわけですよ。そしてそれぞれが韓国に戻ってきて、パク・ボゴムさんが就職するわけですよね、ホテルにね。そのホテルのオーナーがベベン・ソン・ヘギョさんというね、このあたり韓国ドラマ的ではありますけれども、この流れがまあ非常にですね美しく描かれます。ぜひラブロマンスで過ごしたいというこの夏ですね、そんなあなたにはボーイフレンドもおすすめしたいと思います。さあ今回から始まりました K エンタメラボ古山紗友希の韓流研究所韓国ドラマ編をお届けいたしましたが、次回はですね歴史ドラマ、時代劇とかどうですか。いいですよね、時代劇も名作と数多くありますけれども新作の中でも見どころのある作品多いんですよ。ぜひこちらご紹介させていただきたいと思いますので、次回もまたご期待ください。それではまたお会いいたしましょう。アンニョーン。